チェス巨人ジュースやっておりますタガチでございます。ということでいきましょう。スタートダッシュガチャ引いていきたいと思います。はい、ということでまたしても来ましたね、神ガチャでございます。スタートダッシュガチャというのが来ております。まあね、これはもうスタートダッシュとは書いてるけども、まあゴリゴリにね毎日やってるプロスピユーザーにもめちゃくちゃ神ガチャになってるんじゃないかなと思います。72時間限定なんでね、まああんまりのんびりはしてられないわけなんですけども、内容が激アツでして、購入1回目7連で175エナジーを使って S ランク自チーム選手が1人確定できます。そして2回目が10連で S ランク1人 &S ランク自チーム選手1人確定ってよーっていうことでね、しかも自チーム2人 S ランク選手が3人来るということで、これはねちょっと無課金の人でも引いた方がいいんじゃないかなと思います。これはね、まあ、435エナジーとか、まあ、25エナジーとかそこら辺で引けるということなんで、もう狙いの選手がいる人はもうね、ぜひぜひ引いてください。もう今すぐにね。で、私の狙いの選手なんですけども、まあ、いつもね、僕の動画を見てくれてる方はもう分かってるとは思うんですけども、投手ですね。で、もう一択です。山崎伊織投手なんですね。もう伊織投手が欲しくて欲しくて、もうずっと狙ってるわけなんですけども、なかなかねやってきてくれないということで、球種がね豊富でしょね。もうでしかもね、特殊能力もコントロールキレタイピンチということで最強なんですね。なんでね、山崎伊織投手、山崎伊織ちゃんを取りたいわけなんです、今回ね。なんで2回チャンスがあるということで、うん、めちゃくちゃ気合が入ってるわけなんですけど、まあ一応山崎伊織投手じゃなかったとしても、鈴木投手もね、まあ一応当たったら嬉しいなと思ってる投手でございます。やっぱりね、この直球の速さで、ツーシームもありながらスラカットの差もあると、でフォーク縦スラもありますよといったところで、パワー系のピッチャーちょっとね大会で結構ね躍動するんじゃないかなと思ってるんでね、うーん、ぜひね鈴木投手も来たら、嬉しいかなといったブルにはなっております。ちょっと制球低いんだけども、称号でね球威を上げてって、うーん、ゴリ押しでやっていきたいなと、速球ゴリ押しでやっていきたいなと思ってます。でまあ菅野投手もね迷ってはいるんですけども、当たったらね育成はしたいなと思っております。この安定した球威、制球、スタミナ持ってますし、このね球種の豊富さでパワーカーブですね、いやらしいパワーカーブも持ってるし、あとはやっぱりタイピンチついてるんで、キレコンタイピンチという最強フルコンボを持って、タイピンチ発動したらね変化球もねもっと曲がるといったところなので、菅野投手も当たったらぜひぜひ使ってみたい、そんな投手でございます。なんでまあ、いや山崎伊織投手、菅野投手、鈴木投手をですね狙ってスタートガチャ引いていきたいと思います。で中にはね、なんで野手いらないのって思ってる方いるとは思うんですけど、まあこれがね今の僕のメンバーなんですけども、野手はねもう全員揃っちゃってるんですよね、自分の中では。うん、もうほぼほぼ完成形かなと思ってます。なんでまあ岡本選手とかね、坂本選手とか丸選手とか当たっても、まあね昔のねこの2021年シリーズとかの能力の方がやっぱ高いので、まあだとしたらやっぱりね能力下がった坂本選手をね使うことはやっぱないじゃないですか。まあスピリッツだけ見ると、まあもちろん一時的に今の方が強いんで嬉しいっちゃ嬉しいんですけども、じゃあ例えばこの先ね同じスピリッツ4400の丸選手が2人いたとして、この能力の丸選手と今の丸選手どっち使いますかって言ったら、やっぱりこのね2021年シリーズを使うわけじゃないですか。そうなんで、そこら辺はねもう別にスピ解放でいいかなと、わざわざ能力低い方の選手を使うってことはねもうないかなと思ってるので、まあ野手はね正直今はいらない、うん、と思ってます。あとは、ね、やっぱ投手なんですよね。うん、投手がもう一つやっぱ欲しいなと、いくら言ってもね投手は困らないんでね欲しいわけなんですよね。で一応ね伊織ちゃんが来た場合は今村投手か戸郷選手をちょっと中継ぎに回そうかなと、一応どっちもね中継ぎの適性持ってるので、まあ先発では使ってるけど、まあ中継ぎに回してどっちかで伊織投手を先発に持ってくるかなと今のところは考えております。まあそんなところでございますね。はい。
さあということでね、運命のスタートダッシュスカウト引いていきたいわけなんですけども、皆さんはどうでしょう、もう引きました、引いたかな、引いたね、まあもちろん引いてるよね。ぜひね、誰が来たのかコメント欄に教えていただけると嬉しいです。さあということでですね、まずは7連スカウトからいきましょうか。いやー、自チーム選手がまず速攻で確定っていうところが激アツだよね、このガチャ本当にね。さあ運命のボタンを押したいと思います。いきましょう、 GO。さあ行きますよ、2人来てくれたっていいんだからね。さあゴー、行きましょう。お、早速来ました、お願いします。神の降臨のマークということで、うわー緊張するけどもね。さあ、あのマークが出たということは新しい選手ってことだっけ。もういまいちシステムがいまいちよく分かってないけど、なんかそんな気するよね。それを期待して話すよ。はい、お願いしますよ、新しい選手。さあパシャパシャが来てくれたらあれだっけ、新しい選手確定だっけ。うーん、さあパシャパシャは来ないということで、さあ行きましょう、2人目。3人目、やっぱ最後かな、これは最後に来る感じかな。さあ5、そして6、こっちで来ない。さあ A ランクということで最後になります、7連目、自チーム確定選手。まず1人目はこいつだー、来い。まあ坂本選手もね、持ってない人からしたら大当たりだから、まあ大当たりの選手が来たんだけども、自分にとってはね、坂本選手じゃないんだ、来てほしいのはいおりちゃんなんですよね。まあさあこれでラストでございます。 S ランク1人、そして実チーム S ランクも1人ということで、いきましょう、最後のガチャでございます。 GO。 一応ねこのガチャ、まあ、12球団の人は特になんですけども、あの自チームの設定をねし忘れるっていうのをねよく見るんで、動画でね他の人の、なんで、まあ、あの自チーム誰になってるのかっていうのをちゃんとね確認してからやってね、本当に全然違うチームになってたらショックでしょ。まあ、自分は巨人純正だから、あの変えることはないんだけども、12球団の人は気をつけてくださいといったところでございます。さあ来い、さあ来い、パシャパシャ来い、パシャパシャ、パシャパシャは来ない。これ大丈夫かな、新しい選手怖いな、新しい選手じゃない気がするぞこの流れ、頼むぞ。さあ1人目、あー A ランクね、 A ランクもいっぱい出てくれるのは嬉しいけどね。さあこれまさか自チームじゃないところで出てきたりするのも、まあラッキーっちゃラッキーだけど。さあってことは2回連続ってことね、2回連続ここから S 来ます。さあ行きますよ、1人目、この方だと、あー石田投手ね、はいはいはい、まあまあいいでしょう、いいでしょう、次が本命ですから。まあね、巨人純正やってもう3年経ちますので、そろそろね神引き、うん、神引きしてくれてもいいでしょう、コナミさん頼みますよ。さあということでいきましょう、最後に来てくれたのはこの方でございます。ドン、いいよりちゃん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 。